して皆さんこんにちは。まず今日もですね、本題に入る前にまた報告事項がありますが、それに入る前に少し前段の話をしていきたいなというふうに思います。まず台風15号から、もう間もなく1年ということで、これまでこの1年間さまざまな事業を防災対策してきました。で、今年度もすでに台風2号による被災がありまして、まだやはり生活が元通りに戻っていない市民がいることを思うと心からお見舞いを申し上げたいと思いますし、またやはり河川が雨が降るたびにもう怖いよとか土砂崩れのところが怖いよなんていう声もいただきますから、早期復旧、今回の議会の中でもたくさん質問いただいてますけれども、県と連携しながら早期復旧を図っていきたいなというふうに思っております。そうした中で先日も台風13号が発生をいたしまして、昨年の私たちの被害があった15号と、同じようなパターンだったなというふうに思っております。というのも、昨年の15号も台風は実は上陸はしていないわけで、海上で熱帯低気圧に変わっていると。で、今回の13号もやはり全て線状降水帯が入ってきて、台風そのものの雲はというより台風そのものは上陸していないということで、やはり雨の降り方が台風によってもたらされる雨の降り方が昔と随分変わっているなというふうに受け止めたところであります。で、そうした中で磐田市被災地のエリアで磐岸さんとは青年市長会の関係、それからジュビロ磐田のホームタウンの関係もありまして、市長とは今も毎日のようにやり取りをしながら、何か支援できないことはないかなというふうに模索をしているところであります。私たちが持っている資材を、情報はお渡ししたんですが、今回マッチングうまくできなくて、お届けすることはできなかったわけですが、防災先進地ないし今回対応しているところの首長さんたちとも連携しながらですね、より日本全体でやっぱり防災レベルを高めていかなきゃいけないし、災害が起こったときに一刻も早く復旧できるような仕組みを整えていかなくちゃいけないしというところで、我が事として捉えているところであります。被災地の皆様にはもう心からお見舞い申し上げます。一刻も早く日常が戻ることを心からお祈り申し上げたいというふうに思います。またそうした中で、磐田市の昨年の災害を受けまして、磐田市の消防団が、防災功労者の内閣総理大臣賞を受賞することが決まりまして、これはもうリリース東京の方でしていただいておりますが、また追って表彰式があるということですから、ご取材をお願いしたいなというふうに思うところが1点目です。で、それから3点お話しさせていただきますが、2点目がですね、昨年のその15号の時にまでは避難場所がエアコンがついてないところがあって、まずは体育館の方に避難をさせていましたので、エアコンがついてないところに避難させていたんですが、この間の13号から基本的に学校については校内を生かすということで、全ての避難場所にでエアコンが、空調が整備されているところにということで、磐田市も方針を転換しながら、というより改善しながらですね、取り組みを始めたところであります。もちろん学校の中ですから、たくさん子どもたちがいる時間に避難させた場合、避難所として開設した場合にまた運用の中で変わっていくところがあるかもしれませんが、まず全てエアコン設置してあるところに避難場所を開設できたというのは一歩前進かなというふうに思っているところであります。それから3点目がですね、先日も総合防災訓練を行いましたが、次は12月に地域防災訓練を行う計画をしているところです。ここでは自衛隊と連携をということで今考えて調整をしておりますので、これも確定しましたらぜひ皆さんに取材をいただきたいなというふうに思っておりますので、ご協力をお願いをしたいというふうに思います。防災関係は以上になります。そしてですね、次の話題は最近の話題でいきますと、敬老会に私も出ていくことが先週から増えて、ここから 2,3 週間ぐらいの中で地域の敬老会に、今日もこの後敬老会回らせていただくんですが、行くことになります。で、磐田市の状況でいきますと、100歳以上が118人、100歳以上が118人ということで過去最高の人数ということであります。
また109歳の男性の方がいらっしゃいますが、この方が県内の最高齢ということでありますので、もし何か取材行くような機会がありましたら、こちらについてもご協力をお願いしたいというふうに思います。いずれにしても超今団塊の世代が75歳以上に続々入っていっておりますので、超高齢社会の中での仕組み作りということは、安心できる街のど真ん中に置きながらしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。それからまた話題を変えまして、次の話題に行きたいと思います。今日はこんな雑誌を持ってきたんですが、これ皆さん見たことありますかね。ネオパンプキンという雑誌でありますが、実は磐田市で、お買い物したりとか図書館行ったりすると、この雑誌が、あと交流センターにも置いてあるところもありますから、よく見ていただいた機会がある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、フリーペーパーに、ちょっと値段も書いてあるんですが、ほぼほぼフリーペーパー扱いになっておりまして、1988年から35年にわたって地域の歴史だとか文化について掘り起こしをずっとしていただいていました。小林さんという編集長の方がずっとこう黙々と書き続けていただいておりまして、今これは516号ということになるわけでありますが、この9月516号をもって廃刊ということでございまして、私もこのフリーペーパーから磐田市のさまざまな歴史や文化について学んできたものですから、この雑誌がフリーペーパーがなくなるということを非常に寂しく感じているところであります。ここで取り上げていただいたことは、今直接の評価があるかどうかともかくとして、必ずこう後世磐田市の歴史を相当深掘り、磐田市だけじゃなくて遠州地域の歴史を深掘りしていただいてますので、必ず評価される日が来るんじゃないかなというふうに思っております。長年ですね、これ書いていただいて編集し続けていただきました小林さんに、私として心から感謝の意味も込めまして、今日この場で紹介をさせていただきました。本当にありがとうございました。さて、それではここからですね、本題の前に報告事項のところから入っていきたいと思います。まず一番最初の報告事項は、二十歳の集いが1月7日に決定したというところでございます。場所は文化会館カタリアで、行いますが、昨年、文化会館新たなものが完成をいたしまして、その前まではというと、コロナもありましたが、さらにその前は合併前の旧町村ごとに成人式は開催をしておりました。しかしながら今回は初めて磐田市一堂に会して開催するということで、対象は約1500人いらっしゃいますから、全部入りきれるかという一抹の不安は残りますけれども、実行委員会の皆さんたちからのたっての要望ということで、初めて一堂に会してやりますので、文化会館が開館して以来一番人が集まる催し物になるかもしれませんが、20歳の子たちのやはり20歳の集いをみんなでお祝いするという意味も込めて、一堂に会して実施していきたいというふうに思います。取材の方と発信をお願いしたいというふうに思います。続きまして報告事項2です。いつもスポーツネタをいくつか出させていただいてますが、2としてまとめたのは静岡ブルーレヴズ一斉観戦1月27日に開催ということであります。スポーツの街として認識されている街、日本一を今奪還しようと昨年2位になってからずっと言ってきましたけれども、もう間もなく発表されるんじゃないかなと思っておりますので、大変期待をしながらいるところでありますが、今年度もさまざまな取り組みをしている一つとしてこのレヴズの一斉観戦が入っております。でちょうどラグビーは10月の末までラグビーワールドカップがありまして、先日もパブリックビューイングを行わせていただきましたが、市民の皆さん大変盛り上がっていただいたところであります。決勝トーナメントに出たりするとまた大きく盛り上がりますので、ラグビー熱シーズンが始まりますので大いに盛り上げていきたいと思いますし、中学生の一斉観戦、中学2年生1600人、初めてラグビーを応援する子たちもいると思いますので、みんなでこれも盛り上げて地域の誇り、それからスポーツの街づくりの醸成を図っていきたいというふうに思います。そしてこのラグビー以外のスポーツの街づくり情報を少しまたご案内したいと思います。ジュビロ磐田は残り8試合というところになりまして、今勝ち点61で2位につけております。10月7日のダービーがアウェーで行われるわけですが、チケットの話が話題になっているところであります。磐田市としても残り8試合ですね、
要所要所ではやはり市民みんなで応援する時間を作ってですね、応援をしていきたいなと思いますし、みんなで市民みんなで応援する企画も残り8試合の中でやっていきたいなというふうに思いますので、また情報を出せるタイミングになりましたら皆さんにご案内していきたいというふうに思います。まあ、とにかくもう負けが許されないというより、もう勝って勝って勝ちまくるしかない残り8試合ですから、私も力を込めて応援したいと思います。それからボニータについても残り4試合というところになって、今下から3番目10位というところであります。こちらについてもホームユメリアあと2戦残っておりますので、しっかり勝ち切ってですね、なんとかなでしこチャレンジリーグの一部に残っていただきたいなというふうに思います。それから最後に少し種目が変わりますが、野球の話であります。ドリームベースボール、まあ、昔名球会というふうに言っておりましたが、ドリームベースボールも12月の24日クリスマスのイブの日に城山球場で開催することが決定しております。磐田市といえば、まあ、卓球、サッカー、ラグビー等々あるわけですが、まあ、格闘技もありますが、野球もやはり根強い人気があるスポーツですから、このドリームベースボールも誘致したり、まあ、その他のこともですね、昨日はムエタイの世界大会に出る子が表敬訪問しに来てくれるとか、もう様々なスポーツの場面を応援していきたいと思いますし、また先日もシニアの輪投げ大会、私も行って輪投げやらせていただいて全然入りませんでしたけれども、老若男女ですね、スポーツをする場、それからコミュニティの場、しっかり作っていきたいと思いますので、こちらについてもまた取材の方をお願いしたいと思います。それから報告事項3です。夏の磐田節電促進キャンペーンということで今進めております。7、8、9月分を対象にして、節電したら抽選で2000円相当の電子マネーをプレゼントする、このキャンペーンを今やっているところですが、7月の申請分だけで26万円以上の削減、CO2 が約14世帯分の1ヶ月分を抑制することができました。ご協力いただいている市民の皆さんには心から感謝申し上げたいと思いますし、今まだ申請が93人ということで、削減できた電力消費量は7503kW というところでありますから、もっともっとですね、9月はまだ時間がありますので、昨年より少なくなっていればいいわけですから、昨年よりも少ない使い方、まあ、もちろん暑いので、熱中症になるまでエアコンつけないでということではなくて、通常の使い方の中で節電を意識した使い方を心がけていただきながら、CO2 削減のを目指していただきたいなというふうに思っております。まだこれも時間がありますので、ぜひ行動の方をお願いしたいというふうに思います。それではここからですね、今日は3点についてお話をしていきたいというふうに思います。AI の自動追尾機能付きカメラで教育環境充実、対面授業とオンライン配信を同時に行うハイフレックス事業を実現ということでご案内をさせていただきたいと思います。皆さんの目の前にあるこちらのカメラがですね、そのものでありまして、 AI 自動追尾機能がついているカメラでございます。対面とオンライン配信を同時に行うハイフレックス事業ができる環境を充実させていくということで取り組むわけですが、今年度は9台導入して、そのうち6台を小中学校に活用研究として配備をして、残り3台を教育委員会で管理をして貸し出しをしていくということになっております。で、これは先生が動いているところとか教室全体がですね、画面を通して見えるので、オンライン参加の児童たちもクラスの雰囲気分かるということで、これもやってみるのが一番ですから、ちょっと私が今から実験をしてみたいと思います。これで僕をこうやって認識をしていただく、こうやって追ってくれるということですね。購入額は87万2000円ということでありますが、まあ、検証内容は今お話しさせていただいた通り、学級以外で過ごす、まあ、いわゆる自宅で生活している不登校の子たちがオンラインで授業を受けれる、まあ、もともと受けれるんですけれども、よりクオリティが上がる、質が上がるということ、学びが深まるということ、これは非常にいい取り組みだなというふうに思っています。それから今、全校の会例とか全校集会とか、まあ、コロナの今もまだ流行っている学校もありまして、校長先生だけが例えば、なんて言うんでしょう、体育館で話をしていて、他の生徒が教室で聞いてるとか、教室でみんなが聞いていて、その舞台だけは体育館でやってるとか運動場でやってるっていうところの
遠隔での取り組みもですね、クラスに配信できるということも非常にいいんじゃないかなというふうに思います。これも私先日とある中学校に行って見てきましたけれども、非常にいい、これやはり機能だなというふうに思っているところです。それからその先としてですね、保護者への配信、これはちょっと教育委員会の方でどこまで踏み込めるかっていうところはあるんですが、これも保護者も学校の様子が分かるということで、ただ今のところはですね、全部でカメラ6台、各学校に1個ですから、各教室に1台というレベルではありませんので、まず実証実験してみながらですね、どういうふうに使えるのかということをやりながら、2月に事例発表をして、次年度につなげていきたいなというふうに思っているところでございます。はい、それでは続きましてですね、2点目です。スポーツのまち推進担当に元ジュビロ磐田の尾崎志郎任用、磐田市のスポーツブランド力の向上を目指すということについてお話しさせていただきたいと思います。磐田市はですね、スポーツに関する専門的な知識経験を有する方を対象にして、今年度ですね、任期付き職員を採用してみようかということを取り組みとして始めたところであります。で、面接広くですね、募集要項を作って、採用要項を作って、応募に手挙げをしていただいたところ、尾崎雄一さんが自ら手挙げをしてですね、面接も受けてくださって、尾崎さんを採用することにいたしました。尾崎さんは昭和44年生まれの54歳でありまして、私小学校ぐらいの頃はジュビロ磐田にいましたので、非常に印象としても残っている選手であります。非常に、ジュビロ磐田全盛期の頃はですね、ジュビロ磐田で本当にゴールマウスを守ってくださっていたキーパーのポジションでありました。で、平成16年に引退してから東中高等学校でサッカー部のコーチに就任ということでありますが、スポーツの街の推進担当としてですね、市のブランド力を上げてもらいたいなというふうに思っているところであります。で、尾崎さんのコメントも、ちなみに任期は3年間ということになっております。で、コメントといたしまして、高校卒業してから36年間磐田市にお住まいで大変お世話になっていると、何かお役に立てるのではと思いましたというコメントをいただいておりまして、非常に市長としても嬉しいコメント、思いを持って手を挙げてくださったんだなというふうにこのコメントを見て感じたところであります。スポーツを通じて市民の皆さんを支援したいということと、全国から来訪者が増える機会を作れないかと思って手を挙げていただきましたので、スポーツの町推進担当としてこれから3年間ご活躍をいただきたいというふうに思います。それから3点目です。3点目は脱炭素経営促進事業費補助金を創設ということで、中小事業者等のカーボンニュートラルへの取り組みを支援をしてまいります。で、これについては電気燃料のエネルギー価格の高騰を受けまして、今回の議会でも上程をしているところであります。それの細かな説明というところになりますが、ご理解をいただきたいと思います。で、目的は今お話しさせていただいたようにエネルギー価格高騰してますので、その中小企業の支援というところと、それからもう一つ大切なところは、カーボンニュートラルへの対応が難しいと今お感じになられている中小事業者等への取り組みも促進していきたいなというふうに思っております。ですから対象はですね、市内に事業者を有する中小企業や団体、個人事業者、それから一部非営利法人ということになっておりまして、補助対象としましてはこちらにありますけれども、エネルギー使用現状把握ということで、例えばデマンドコントローラーとか各測定器の設置とか、エネルギーマネジメントシステム等の導入、それから省エネ設備の更新、省エネ改修、省エネ導入と等々ですね、上限を100万円といたしまして、予算はだいたい200件ほど見込みながらですね、1億4000万円ほどをつけさせていただいたところであります。ゼロカーボンシティを表明している磐田市でありますので、市だけではなくて市内事業者の皆さんたちとともにですね、ゼロカーボンシティに向けて一歩前進できるといい、を目指して今回の補助金も創設いたしましたので活用いただきたいというふうに思います。以上が9月の定例記者会見となります。よろしくお願いいたします。